皆さんこんにちは。こんにちは。ミヤユルムへやるぞ。だいぶ広いですよ。大きいお家になりました、ね、建て替えました。はい、というのは嘘でして、はい、今回もねミヤユルムを飛び出して来ました。はいはい、今回私たちがお邪魔しているのは栃木県さくら市にあるゴルフ場セブンハンドレッドクラブさんです。イエーイ、お邪魔しております。はい、広いですね、うん、はい、今日は何をするかと言いますと、私たちフットゴルフします。イエーイはい、もうねこうウェアを着て、はい、ウェアを着てバッチリなんですけど、私たちねさくら市フットゴルフタウン公式アンバサダーを務めさせていただいてるんですけど、はい、フットゴルフをちゃんとプレーするのは今日が初めてでございます。はい、初心者ですね。初心者です。できますかね私たちね。初心者の私たちが挑戦するところですね、はい、今日は皆さんに見ていただきたいと思います。はい、では楽しんでいきましょう。はい、それでは早速レッツゴー。はい、ということで早速ねフットゴルフをやっていきたいと思うんですけど、はい、なんせ私たちね初心者なので、はい、まだね全然わからないこともたくさんあるので、今日はですね先生に教えていただきたいと思います、はい、ではお呼びしましょう。セブンハンドレッドクラブの一条さん。はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。セブンハンドレッドクラブの一条です。はい、よろしくお願いします。今日私たちちゃんとプレーするのが初めてなので、はい、すごい基本的なことから教えていただきたいなと思うんですけど、はい、よろしくお願いします。まず、はい、フットゴルフなんですけれど、はい、フットゴルフっていうのは、サッカーとゴルフを、はい、組み合わせた新しいスポーツなんですね。はい、はい。で、まあサッカーボールでやるゴルフになります、はいはい、なのでゴルフと同じように、ボールを穴に、少ない打数で、はい、いかに沈められるかっていうのを競う、はい、スポーツになります、はいはいはい、まず初心者の人とか初めてやる人が、うん、よしフットゴルフやるぞってなった時にこう準備するものとか持ってきた方がいいものとかってあるんですか。そうですね、まず靴ですね、はい、靴はもう運動できる靴であれば何でも大丈夫なんですけども、はい、一応禁止なのが、はい、サッカースパイクですね。お、サッカースパイクだけはちょっと禁止になってます。はい、なんでですか。やっぱり下をね芝生を傷つけてしまう、なるほど、ということもありますので、はい、サッカースパイクだけは禁止になってますね。それだけは注意、はい、注意してください、はい、あとまあ、ボールがあれば、はい、あとはプレーはできますけども、どうしてもボールが、ね、自分で持ってないっていう場合は、はいはい、有料にはなりますけども、はい、レンタルボールもありますから、もう、うん、そのまま来ていただければプレーはできるようになってますので安心してください。動きやすい服装と体だけがあればできちゃうということですね、はい、です大丈夫です。おー、はい、そういう形で、ね、いいね、はい、気軽にしてくださいね、はい、ありがとうございます、はい、じゃルールをね、ルール分からないんですよ。全然分からなくてゴルフもルールがね、ままならない、曖昧、わからない、はい、ルールの方を教えてください。はい、まあ、細かいルールというのは、はい、あることはあるんですけども、あまり深く考えないで大丈夫だと思います。はい、とにかく、はい、まあ、スタートの、始まるところから、はい、ボールを蹴ってもらって、はい、で止まったところからまた次を蹴る、うん、で、最終穴に何回蹴って入ったかっていうのを考えていただければまずは大丈夫です、はい、なあ、もちろん結構大きめなんですよね。そうですね、このボールが入る、はいはい、サッカーボールがだいたい2つ入るぐらいの大きいやつがね、入るぐらいですからね、はいはい、頑張ってそこへ向かって蹴りましょう、はい、なんかスコアとかポイントの数え方っていうのは、はい、ね、わかんないね。これは自分で記憶しておく必要があります。なるほど、うん、自分で数えるってことですか。そうです、自分で数えるということですね、はい、フットゴルフって、まあ、ゴルフもそうなんですけども審判がないんですね、スポーツに。なかなか審判がないスポーツって珍しいと思うんですけども、そうです、はい、ゴルフもそうですけど自分でこうその、ジャッジをするっていう必要がありますので、うん、はい、最初なかなか記憶しておくのは難しいでしょうから、はい、パートナー同士でね、次何打目蹴ります、はい、次何打目ですっていうように言い合いながら、はい、蹴っていくと、
あの忘れないでね、蹴れるコツになると思いますから、はい、うん、そういう風にうまくやるといいと思いますよ。じゃあ早速やっていきたいと思います。頑張るぞ。じゃあまずは練習ということで、ボールはどこら辺に置けばいいんですか？はい、そうですね、このマークの後ろであればどこでも大丈夫です。どこでもいいですか？左右もどこでも大丈夫です。なるほど、待って、ね、これも自分で考えて、自分で考えて、飛ばしたい方向とか、ここだと、あれですか？そうです、あの白いね、旗が穴です。あの旗まで、そうですね、はい、あそこを目指していきますね、はい、あそこを目がけて切ればいいですね、はいはい、そうですね。では行ってみます。練習、レッツゴー。おい、おい、おお、結構コロコロ行くね。なかなか止まれ、真ん中行ってくれましたね。おお、はい、ナイスショットです。なるほど、これはどうなんでしょうか、まだわかんないけど、場所はね、真ん中なのでとてもいいと思いますよ。ありがとうございます、はい、なるほど、はい、じゃあ行ってみよう。じゃあちょっと難しいな、ちょっとか、はい、もうそっち寄りなんで、ね、うん、はい、右利きだからちょっとこっちに寄っちゃいそうな気がするから。そうか、そうだね。では行ってみまーす。で、おお、左？あ、でもコロコロするよ。そう、そこからね転がってくれるから。お姉ちゃんより遠いね。でもなんか似たような感じでね。めっちゃ近い。はい、どうですかね。2人のボールは場所的にはね、すごく狙いやすい、次が狙いやすい場所に止まってくれたと思いますので、はい、いいと思います。ありがとうございます、はいはい、で、2段目は、はい、穴から遠い人から蹴ってきますので、あ、そうなんだ、うん、なのでオレンジボールが先です、ね、お姉ちゃんから蹴るということで、ね、はい、フットゴルフはコースを全部回ると大体どのくらい時間かかるんですか？そうですね、18ホールで考えると大体3時間ぐらいですね、はい、おー、はい、うん、まあ、ゴルフと比べればそんなにね、はい、長くはないので、うん、はい、ただ歩いてね回る方なんか、はい、初めての方と足が棒になっちゃったとか、そういうふうにね、おっしゃる方もいらっしゃるので、はい、頑張ってね、今日動いてね、そうです、はい、やっていきましょう、はい、はい、ということで到着しました。近いね、ね、だいぶ近いね。でもまあお姉ちゃんから気づけるってことだよね。では行きまーす。頑張って、おっ、おー、ナイスキー。あっ、いっちゃうかな。ちょっとやっちゃったね。大丈夫、大丈夫、いい、本当に、うん、いいと思います。おー、頑張れ頑張れ。はい、じゃあ次は私です。はい、いきます。ちょっと遠い。おお、お、なんか仲良しだね。同じ方向行くね。同じ方向から、ね、同じ方向行くね。はい、でも今度はお姉ちゃんが遠いね、行ってるね。これはまた次は遠い方から。そうです、そうです。じゃあ今度は黄色ボール私から、ね、はい、だんだんあの旗近くなってきたけど、ね、近づいてきましたね。今2回2回だよね。そうですね。頑張れ、いきます。はい、おー、なおおお、だいぶ寄ったね。あらな、なんか木のとこに、木の影に隠れた、うん、そうですね。では、いきます。はい、よし、レッツゴー。おー、うまい。あ、うまいかなこれ。だいぶ行ったけど。あー、どうだ、ちょっとコロコロしていくね。ストップ。2人ともずっとこう同じ方向に向いていくね。仲良しですね。ボールが、はい、頑張っていきます。お、いいっす、いいっす、うまい。 OK、OK、OK、うまい、いいですよ。え、うまいね。あ、すごい転がっていく、はい、転がってくれましたね。お、結構いいんじゃない、だいぶ近づいた、ね、いきまーす、ゴー。 お、うまい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 のか、転がっていく。お、どんどんいっちゃう。お、いいですね。いいね、いいね。近づきました、近づきました。近づいてきた。いきます。はい、あー、いかないで。あ、でも内側転がる、うん、あ、止まった。もう狙
っていける距離ですよね。そうですね、うん、蹴り方はさっきみたいに強くはいかない方がいいんですかね、うん、もう少しこうコントロール、はい、あの穴へ沈めるっていうコントロールできるような蹴り方っていうのが、はい、はい、ありますので、はい、まあこれでもいいです。つま先でこう跳んでもいいですし、はい、こう足をこう横にね、横に、はい、ここ の, あの足の内側を使ってこうまっすぐ、はい、あのちょうどあのゴルフのパターンみたいな感じですね、はい、あ、なるほど、はい、それでこうまっすぐこう、出してくれると、はい、曲がらないでね、蹴りやすくはなりますので、はい、頑張ってみましょう。はい、ちょっとやってみよう。コントロールしながら、はい、コントロールね、これでいけるかな、頑張って。ではいきます、せーの、はい、お、お、あ、ちょっと弱かった、ちょっと弱かったですね。でもだいぶ近づいた、うん、そうですね。でもね、あのまっすぐは蹴れたと思う、はい、そんなコツでいけるんじゃない。じゃあいきます、はい、ゴー、あ、おお、結構強いね、うんうん、ちょっとずれちゃった、ちょっとね、右へ切っていってしまいましたけども、狙いは悪くて、ね、まっすぐだったね、はい、これ次オレンジボールですか、ね、そうですね、いきましょう。もうそろそろ入れたいね、はぁ、入れそうね。じゃあいきます、はい、うん、さあ、もうちょいですね。いや、はい、ここまで来たらもう沈めちゃいましょう。先行きますって言って沈めちゃいましょう。先行きます。はい、はい、OK です。いや、最後が意外と難しいぞ。はい、はい、最後頑張って、はい、行きます。お、おー、あー、惜しい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 ですね。はい、はい、イエーイ、OK、取れるかい。よいしょ。はい、ということで、あ、まあ、練習、ここまでは練習ということで、はい、楽しいですね。やってみてどうですか。いや、最後のコントロールがちょっと難しかったんですけど、うん、やっぱ入ると嬉しいですね、うん、そうですね、うん、楽しい、うん、なんかね、いろいろ考えながら蹴ったりとか、思い切り蹴ったりとかね、うん、このね、あの思い切りこう蹴るのも気持ちいいですし、うん、最後こう沈めてね、こう、はい、わーってなるのがね、嬉しいです、嬉しくて、ね、楽しいですよね、楽しい、はい、めちゃめちゃ楽しいです。これをね、またちょっと続けてやっていきましょう。はい、はいはい、頑張りましょう。はい、はい、練習をしました。はい、楽しいね。めちゃめちゃ楽しい、うん、このさ、思いっきり蹴るのも楽しいし、この調整したりとか考えながら蹴っていく、このゲーム性みたいな、ね、確かにところもすっごい楽しくて、ハマっちゃいそう、ハマっちゃいそうだ ね、初心者です。ちょっとできるかなって不安だったとこもあったけど、うん、全然楽しくて、ね、楽しい、ね、もっとやりたいな、やりたいな、ということで、はい、次回は実際にプレーをして対決をしていきたいと思います。はい、では皆さん、また次回お会いしましょう。バイバーイ。ミアユルームでは皆さんからのお便り、リクエストを募集しています。ラビンズにやってほしい企画、トークテーマ、そして見てみたい罰ゲームなど、はい、たくさんお待ちしています。 YouTube のコメント欄にぜひ皆さん待ってます。